しんやさん。はい。なんか、移動してますけど。移動してます。移動してますよね。はい、車でですね、完全に。はい、これは、どこに向かってるんですか？今日はですね、なんと、あのキリトさんと、ニコ生で対談があります。おー！あのキリトさんと。あのキリトさんと。アンドロジナスで、そう。共演をした。はい。まあ、ピエロのキリトさんですね。はい。おお。いやもうありえないですよ、これは。ありえないですか？ありえないですね。ニコ生キリトさんやられてるって、そこにシアさんがゲストって感じで。そうです。どんな感じになるんですかね。いやもう、岡戦争の決着を。そこで決着つけるんですか？はい、つけに今日はもう。あの、まだ決着ついてないんですね。まあ、2017年にアンドロジナスやったんですけど。はい、あれもすごいイベントでしたね。ピエロ対ディル・アングレー。はい。あの交わることのなかった2つのバンドが破壊的融合したんですけど、はい、そんな なんか言葉ありましたっけ、はい、ありました通称オカ戦争ですね。そうです、はい、でまああの時ちょっと決着が結局つかなかったんで、はい、今日つけたいなと今日つけちゃっていいんですか、はい、シアさんとキートさんで、はい、あ、わかりました。まあ、ちょっとどんな感じになるのか楽しみなんで、はい、まあ、生放送ですもんね。生放送です。それも結構レアですし。いやもうありえないですよ、これは。結構すごいですか？結構すごい。もう、おー、あのもう交わることのなかったさっき言ったんですか石田さんもじゃあ楽しみですかね。いやもう楽しみです、ね、あ、わかりました。じゃあ移動して、はい、はい、スタジオの方に行きたいと思います。はい、ここが今日のスタジオです。これがすごいスタジオです。本がいっぱい。本がいっぱいですね。すごい。これも何の本ですか？これはもう謎解きの。僕は本物、全部本物。あとソファーがすごいですよ。そうですね、フリーダムに出てる人。フリーダムに出てる人。そうですね、そうです、ジョーさんです。はい、フリーダムでおなじみの、はい、いただいて、最初こっちですか？はい、機材がたくさんです。ありますね。今セッティングされてますね。はい、打ち合わせなどしてます。なるほど、ジョーさんです。はい、はい、はい、はい。じゃあ、しんやさんも準備できました、ね、準備はできたんですけど、はい、キリトさんはまだ来てません。そうですね。はい、まあ、まだ本番まで違う。まあ、まだまだあるんで。よろしくお願いいたします。そして、お待たせいたしました。キリトさんです。どこどこどこ。今、打ち合わせです。吉田さんではありません。吉田さんいないんだ。残念残念ですか。会いたかった、したかった。誰だろう。今夜ゲストにやってくれるのはディル・アングレーのシンヤさんです。誰が立ちますか、ユーザー。まずはですね、こちらのボックス10月分の選手ですね。リトさんおる？聞いてます。打ち合わせな。はい。どんだけ気づかない。よろしくお願いいたします。じゃん。ということで、ここでちゃんと事前に打ち合わせして。すごい。はい。どこまでやるんや。もっとあの投票バトルもこんぐらいやって。いやもう打ち合わせマジでギリできた。後半は。よろしくお願いします。さて、ここまでですね、普通に進行してきたんですけど、実は僕、キリトチャンネル初出演だけではなくて、キリトさんとこうしてお会いするのも初めて。なんで来たのじゃ。少し2人のトークを上手ですか。まず、僕がどんなに2017年に行われましたライブで、ピエロ・ディル・アングレー・アンドロジノス、実は会場の方で拝見させていた。僕が見たキリトさんのイメージなんですけども、ちなみに共通の知人としては、うん、僕は知らないですけどね。私はあんま知らないですけど、あそこ剣藤枝の席ですか。剣藤枝です。というわけでここからはゲストを登場していこうと思います。それでは早速ご紹介させてください。今夜のゲストはディランクライから呼ばれた呼ばれた。ほんまじゃまだこれちなみに置いてあるのはリアルアンティークだそうで、傷つけたら弁償らしいんで、ぜひ
今日傷つけて帰ってください。いやいや、いくら請求がいくか、後で教えていただければなと思いますよ。5秒前、4、3、2。どうも、キートです。ご覧の通り、ちょっと体に異物が入ってるとだんだんメンタルがやられるなっていうのは、まあ痛くはないんですけど。さて、それでは、はい、お待たせいたしました。このまま呼ばなかったら大変なことでしょうか。ずっとそこで待ってらっしゃいますから。そうなんですよ。それでは早速今夜のゲストをお迎えしたいと思います。皆さん、コメントでガーンと迎えてください。それでは紹介させていただきましょう。 D-1 グレーから椎谷さんです。ソフトバンクそれから皆さん、このタイミングで質問とかメッセージあればピックアップしていきますので、ぜひとも1回目さっき1回目登録しました。ありがとうございます。今でも同じマンションですか？今は違う。2人でどんなお話するんですか？アルバムについて椎谷さんに一言コメントお願いします。最高傑作だと思ってますね。はい、ということです。ぜひとも皆さんチェックしてください。これを見てるキリトさんも見たい。あと1分です。ドラマ叩いてるの大変っすよね。ですよね。一人旅デッドオアアライブ聞いてみたいと思いますけれども、深夜のデッドアライブ2つ目のテーマは一人旅。見解のほうにしてください。じゃん。おっと、これも分かれましたね。これ衝動の要素が多くない気がするんですよ。ちょっと言い訳を聞きたいな。これ衝動の要素、何でも買うの。目に入ったから全部買う。深夜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。うまい。キリトさん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうでしたか？いやー、深夜くんにとうとう僕のニコ生に来てもらって本当にありがたいなと思って、なんか久しぶりですよね。そう、もうコロナ前だったんで、うん、最後なんか、ね、コロナ前はよ結構遊んでた。毎日遊んでたんですけど、で僕も本当に大の仲良しなんで、ちょっとこれを機会にまたね、はい、コロナも収まってきたらまたお酒飲みたいですね。そうですね。たこ焼き飲んでください。たこ焼きもね、はい、たこパーやりますか、はい、すごい楽しかったですということで、まあ、おか戦争は決着つかなかったですがいつかね、おか戦争っていうか別にね、争ってないですけど。そうですね。まあでもそういうことも、はい、いつかは、はい、さよなら。さよなら。さよなら。